こんにちは、マースケチャンネルです。今回はですね、先日描きましたドブ川の、ところにこう流れてくる下水の出口を描こうと思い、筆を取りました。でですね、今回はですね、趣向をこら、変えまして、いつもだと色の三原色で、ポスターカラーで透明水彩風に描いているのですが、今回はあの俺の学んだ、まあ、背景美術風にですね、ホワイトを使ったりして、まあ、あの描いてみることにしました。空もですね、いつもでしたら、まあ、あのセルリアンブルーでこう描きますけれども、今回は、ライトブルーにホワイトを混ぜて描きます。それから雲もですね、今回はホワイトで描きます。はい、じゃ次行きます。はい、ちょっともうだいぶ進みまして、建物もですね、白を使うとですね、こう光をね、画用紙の白とまた違った感じで表現することができますね。で、塗ってない部分を、がないように全部白、白い部分はですね、白にちょっと色を混ぜて、まあ、白を表現しています。ですから、まあ、ちょっと白って言ってもね、黄緑がかった白とかにね、まあ、見えるのはそのためです。まあ、でまだこの時期もね、なんだ、これとか田んぼの稲なんですけども、まだ稲穂がね黄色くなっているので、ちょっと黄色で、表現しました。まあ、失敗するとね、ちょっと菜の花に見えるかもしれませんけれども、はい、黄色で表現します。はい、で今度はだんだん手前の方に来まして、草とかも描きまして、下水の流れる下水の出口の方を、とりあえず、まあね、黒を作りまして、描いておきます。でこういったね、まあ、石垣なんかもそうですけど、こういったところのマスガ線は定規を使いまして、溝引きでこうマスガ線を描きます。まあ、途中でね、もうめんどくさくなってね、フリーハンドで描きましたけれども、なるべくね、まっすぐな線は溝引きやった方が綺麗に描けますね。で土の方、この斜面のところは、まあ、土のところにこう草が生えてるんですけれども、土の表現、土は、2、3色を使いまして、まあ、暗いところと明るいところを使って土を描いて、そこからこう草が生えてるような感じでね描きます。はい、これが完成です。ドブ川ということですね、こう下水が流れてこう泡が出るということで、泡もね全部これホワイトで描きますね。本当だったらもうちょっと細かくね、描いてもいいんですけれども、そこまで描いちゃうとね、他とバランス取れなくなっちゃうので、水の感じでね、水のきらめきはね、今回は、まあ、深緑使って、それでちょっと明るいところと暗いところを作って、表現しました。ということでですね、今回はまたいつもの、今回はいつもと違って、背景美術的にこう描いてみました。まあ、こういったものもね、また面白いかと思うので、またね、機会がありましたら描こうと思っています。で、まあ、次のネタはですね、またなんとなく頭の中であるんですけども、まあ、順位をつけるとするとどれからいくかなというふうに、まあ考えてますけれども、なるべくね、まあ、早いうちに、次のお絵描きに取り掛かりたいと思います。ということで、このね動画が万が一面白いと思ったら、グッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。